結構だから、そうです、種類があって、まず開けると、これが大人の贅沢ショコラメロンパンと、あ、ちゃんと自分の好きな、多分これ、ジュワットベーコンエピも入ってますし、結構種類があって、これがメロクロス、メロワッサン。はい、こういう感じなんですよ。はい、で、そうですね。で、こんな感じで、塩バターパンと、まあ、メロンパンって感じで、まあ、その他にまた3、4個入ってるんですけど、まあ、自分がやっぱ気になったのは、やっぱ、ベーコンエピと、これですね。メロワッサンが気になったんで、まあ、食べてみたいなっていう感じで、今日は行きたいと思います。ぜひ、はい。で、どうなんですかね。いや、やっぱりあれですよね。いや、送ってもらって申し訳ないですけど、まあ、やっぱり出来たてじゃなきゃダメだなってやっぱ、まあ、みんな思ってますよね。すごいですよね。本当に冷凍庫に入れたままずっと入ったん でやっと冷凍庫を取り出して食べるんで、こういうベーコンエピとか、こういう系のクロワッサンとなんかメロンパンみたいな、こういうの好きですね。なんかいいセンスっていうか、いいチョイスだなって。まあでもいい感じに焼けてそうな感じはするんですけど、猫舌なんですよね自分。いや暑いな、いや暑いな、いやマジ猫舌なんですよ。あ、でもすごいですね、カリカリしてて。美味しいですね。普通にベーコン一品っていうか、これで冷凍はすごいなって。いや本当美味しいですね。いや大事だなと思ってるんですね。この音があれじゃないですか。このやっぱ大事だな。なんかそれでなんか食感とか変わると思ってるんで、でもちゃんと出てるんで、3分ぐらいしかやってないですかね。トースターですごいですね。すごい、まあ、取れて嬉しかったですけど、まあ終わって次の日ぐらいからもう切り替えてましたよね。まあ、4月からは54キロのワールドシリーズが始まるので、まあ、そこに向けて動き始めないといけないんでっていうのはありましたね。やっぱり結構言われたんですよ、周りなんか冷めてるねとか、ね、もっと余韻に浸らないのみたいな。いや、なんかもう次の挑戦決まってるからねって自分の中であるんで、そんななんか嬉しいとかやったっていられる感じではないですね。もう次の戦いが始まってるっていうのはあったんで、まあ暑いのは本当無理ですね。でまずこの前もんじゃ行った時に下焼けとしたんで、もんじゃもう絶対行くないもよ。まあやっぱり、まあ、強かったな。さっきやっぱ気持ちが強かったですね。でやっぱり気化してるのになんか倒れないし、でなんか自分の中でなんか。なんかその精神的に結構来たので、なんか本当に倒れるのかよっていう思いがある中で5ラウンドやってたので、まあそういった意味でやっぱりなんか精神的に成長できた一戦だなって思いましたし、やっぱりディジェイ・レック選手やっぱりまあ強かったですね、気持ちの面。本当にまあやっぱりメンタルっていうのはやっぱりその鍛えれないって言いますかね、ある程度持って生まれたものって言われてるぐらいなんで、まあやっぱり対人強いなって。なかなかそうですね、結構だからなんかいろいろ精神的には結構余裕があったっていうか、いろいろこのこれで聞かせようとかやりながら試してたんですけど、全然その練習で聞かせた技がなんか聞いてなかったりしたので、やっぱり結構、まあ、まだまだって自分自身で思いましたし、なんかいろいろなんか勉強になりましたし、でその最後のグラウンドの時もなんかその上下に散らしたりして、でその立ち位置を変えたりとか、いろいろなんか自分の中でやりたかったことができた試合であったので、まあ、自分的になんか、うん、本当になんかいい経験値を積んだなって思いですね。まあ、自分を追い込んでるっていうか、でやっぱり自負してるの でやっぱり、まあ、そういった面でやっぱりなんかありますよね。メンタルは自分は他の人に負けないっていうのはあるんで、まあ、沖縄合宿もそうですけど、まあ、そうやっていろんなその今回のため
だけじゃなくてですね、今までの家庭の中のトレーニングが本当に意味があったんだなって思いましたね。いただきます。あ、本当に下黒す。甘すぎないっす。上がメロンパンっすね。俺言った通りっす。あ、でもこれずっと食べれますね。これ多分バター合いますね。でめちゃくちゃ美味しい。本当食べやすいです。これ多分10個いきます、1人で。本当食べやすいっす、本当に。で食感すごいっすね。そのもっちりしてる。すごっ。すごいっすね。よく考えますね、これの。だったらそうですよね。1キロ絞るのに、だいたい7200キロカロリーなんですよ。消費しなきゃいけないんですよ。フルマラソン1回しても、一応、絞って1キロ落ちない計算なんですよ。それぐらい絞って落とすの大変なんですけど。まあでも、自分はその53経験してるんで、まあ、そういった意味でもまあ54はいいかなって。53の時ちょっと本当に精神的ストレスじゃないですけど結構大きかったんで、もう50の方がまだある程度リラックスできながらしながら、まあ、迎えるんじゃないかなって思いはありますね。大きいですね。なんかその脂肪で1キロ落とすのかとか、水抜きで1キロ落とすかによって結構精神的なんですけど、不安要素は結構来るんですね。水抜き もその最初の1キロだったらいいんですけど、最後の方の1キロなんでになるともう落ちにくいんで、やっぱり嫌ですよね。うん、まあそうですね。やっぱりその何でしたっけ、あの車を追いかけて走ったり、今までやったことなかったんで、まあちょっと精神的に嫌でしたね。いつ車止まるんだよみたいな。どんな感じで、まずアワハビーチから。ビーチ走ってて、走るぐらい前から。スペシャルメニューやるみたいな聞かれて、どうなん、なんかニクさんがなんかもう、いやもうできんのみたいな、できんのかな、やばいんだよなみたいな、ちょっと言ってんですよ。でも今やるしかないですよねみたいな。じゃあ何往復したら車来てみたいな感じで言われて、車行ったらスタートみたいな感じで、じゃあ車追いかけてみたいな。中身は内容は全く知らなかったんで、で車でビーチから走ってて、で結構段差のなんかその何ですかね、高低差結構あったんですよ。坂みたいな感じのところ結構走ってて、結構きつくて、で、あれなんですよ、着いたと思ったら、まだ発進されるみたいな感じだったんですよ。その、勝てるわけないじゃないですか、車のスピードに。で、車走ってて、多分4、5キロなんですよ、5キロぐらい走ってて、なんか見たことある景色だなと思って。で、気づいたら、階段なんですよ、何でしょう、天国の階段。最後じゃあ天国の階段走ろっかみたいな感じになって、砂浜、車をかけるからの最後の天国の階段っていうメニューでしたね。あれはちょっと嫌でしたね。かなり追い込まれます。次が何か分からないっていう結構精神的なプレッシャー結構あるんですね。うん、でも終わりがないってやっぱ分かんなくないですか。その次ラストとかあと2本とか言われると精神的に、ああじゃああと2本なんだと思うけど、まあ、そういった意味でそういった面でやっぱりニクさんうまいなって。まあやっぱりきつかったですね。やっぱ最終日だったんでっていうのがありましたけど、まあまあまあ今になって言いますね、よかったなってやって。その時終わった後ってミクさんたちどんなこと思うんですか。どんなことっていうか別にそんなことを、まあ、足がやばいなって思ってましたね。結構きつかったんで、結構疲労がきたんでっていう感じでしたね。本当にいつもたくさんの応援ありがとうございます。まあ、本当に、まあ、皆さんが応援してくださって、まあ、パワーを自分に、まあ、本当にくれているおかげで、まあ、本当にこの前の試合は、まあ、ご覧の KO で、まあ、世界のベルトを、まあ、ことができました。本当に応援ありがとうございます。まあ、でやっぱり世界チャンピオンになりましたけど、やっぱり自分の中ではまだまだそのもっと強くなれるなっていうところはありましたし、まあ、これから7月2日にまず、まあ、54期のワールドシリーズが始まりますし、自分からこれ自分的にもまだもっとこれからも挑戦者として戦っていきたいって思いもありますし、もっと強い姿を見せようと思いますので、まあ、今年はしっかり負けないように、さらなる努力をしてもっと強くなった城を見せると思いますので、これからもたくさんの応援
サポートよろしくお願いします。